皆さんこんにちは、マリオカート7です。というわけで今日も、マリオカート7をやっていくわけですが、まあこんな画面から入ったのには理由がありまして、はい、タイトル通り、本体更新、毎年恒例ではあるかと思いますが、本体更新が来たということで、まあそれについて触れていこうかなという感じですけど、今、まあなんちゃらかんちゃら 49J っていう本体更新、まあまだアップデートしてない状態で、インターネット対戦潜れるかやったんですけど、潜れるということで、まあそこを証明しておきたかったなということで、やっときました。はい、で今から、バージョン 11.17、050J っていうのを入れていきますけど、まあそう、前回のまんまで、そう今見えるよね、うん、上画面の方で、それで、ネット対戦行ける時点で、まあチーターとかは何も変わらずということで、で本体更新しなければ普通にそのままできるっていう感じだからね、うん、まあ何も変わらないっていう感じなんですけど、まあまだね本体更新来るんかって感じですよね。本当にこれがね、このシリーズでこれが最後になるかもしんないって言いつつ、なんだかんだ続いてるんだよね、うん、もうそれで 1,2 年くらい続いたような気がしますけど、本当に左周に向けてちょっといろいろいじってるって感じなんでしょうか。まあそこら辺もよくわかりませんね、うん、結局ね、任天堂ネットワークの左周もなんだかんだまだ何も報告もないって感じなんでね、はい、どうなるんでしょうか。まあそこら辺は、任天堂がいいタイミングを作ってくれると、死にたいところですが、もうマリオカード7にいいタイミングというものはもう何もないような気がしますけどね、うん、まあもしかしたらこのシリーズね、これで最後かもしれないということでね、最後にふさわしいレースができることを期待してということで、今でバージョンが、変わりましたか。一応確認しておきましょうかね、うん、バージョン、はい、50になりましたね。はい、じゃあというわけでここからマリオカート7を潜っていきましょうということで、やっていきますね。はい、そうですね、今何時か見えるかな、14時半くらいですね、5月29日の、まあこの時間帯は海外勢の方がギリギリ多いかなって感じ。いやすいません、まあ誰まあ最近のマリオカート7情報を言うと、まず人がいないっていうのがあって、でまあ一部屋、まあ二部屋あるとして、どっちかに、まあ、絶対チーターがいる、まあその他ね、ちょっとよくわからない行動をする人が多いって感じで、マジでろくに走れた思い出がありませんので、どうしたらいいんでしょうかということでね、うん、なんかセブンでも好プレー集とか出したいなと思いつつ、そんないい部屋当たんねえなっていうのもありましてね、海外部屋かな、そうですね、うん、ということで、どうしたらいいんでしょうかね。はい。あ、まあ今日はこんな感じでカットなしで適当に喋っていきましょうかね。うん。まあそういうのもたまにはやっていかないとということで。せめて、まあ8人でレースしたいんで8人部屋になってほしいですけど、人がいるんでしょうか。そこは気になるところですね。まあ、せっかくね、更新が来たんで、その日にね、あげたいなということで。あれ、あーそっか、これはどうなってるかよくわかんないけど、多分前2人がちゃんと走ってんのかな。 CPU とかになると明らかに速くなるからね、わかりやすいんだよね、うん、まあでもチーターがいるってなったら大体抜ける人も多くなってきたとも言えないな、うん、一応チート見てやるかみたいな感じで見る人もいるっちゃいるからな、うん、さあそんなところでしょうか、セブンの情報は、まあもう世界線潜ってても何もなんかねないなっていう感じはしてるんでね、本当にこのプレイングは何なんでしょうか、うん、しかもここはめっちゃ追いついてくるし、あ、何言うのか忘れちゃったじゃん、変なね、よくわからないプレイングしてて、あ、そう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 、チーターもうるさいっていうのは本当にあんまいないなって感じで、なんかこっそりチートしてるような人がね、なんか多くなってきたかなっていうイメージがありますね、うん、
VR 上限開放してるのになんか普通に走ってたりとかね。で、なんか自分が勝てないなって思った時にちょっと加速したりとか、ね、サンダー降らしたりとか、ね、ちょっとなんかチートして、ちょっと自分が有利になるような感じにしてるような感じはしてますね。ちょっとここ最近潜ってたんでね。人がいねえか。まあ、もう一部屋くらい見に行ってみるか。ちょっと早く、手っ取り早く終わらせたいんで、僕は虹を選択しますけど。でもね、でも夜やってもあんま変わんないんで、まあ、こんな感じ、平日昼間の、ね、状況を見せとこうかなという感じにしときましょうかね、今日は。ちゃちゃっとやりたいから虹が来てほしい。ああ、来ないか。まあまあまあ、短いコースであるか。何を望んでんかわからないけど。ヘイフォーの人が遅れてたんか？結局。あ、違う。え？ヘイフォーが、めちゃくちゃ速いっていうパターン？いや、なんか動き的になんか普通にやってそうだな。つまり裏の2人がなんかよくわからない動きをしてたっていうことか。もうセブンもなんか顔なじみになってきましたよね。そんなもんかもしんないですけど、どのゲームも最終章っていうかね。もうね、ミーでバレバレなんですよね。どんなことしてくるかっていうのが。よくわからないボム判定ね。今のは当たっててもおかしくなかったと思うんだけど、トゲですか。まあいいわ、そんな勝っても別に嬉しくないんで もう冷めちゃってるんで。まあもう一回トゲが来る確率もあるっちゃあるからね。まあここで俺がなんかすげえいいもの引きたい。まあそうそう、そういうもの、そういうもの引きたいけど、さすがにこの距離はね、つまんないかな。まあバナナ置いてこないと。いやー、間に合わんかな、さすがにそれはね。まあ、寂しいよね、4人って。まあ、途切れ譲りしたところで、まあ、勝ち筋はあったかもしんないけど、いいやって感じですわ。やっぱ8人でやりたいよな。そういやね、コミュニティとかもたまに募集してるんですけどね、もう、集まりが悪くなりましたね、だいぶ。あ、でも結構レート高い部屋だな。てか、また動画撮ると思うんですけど、僕、レート8万いって、ちょっと、その、8万いったよっていう動画をなかなか出してないんですけど、ちょっと、どういうタイミングで撮ろうかなって悩んでます。その、8万超えた時に撮る予定だったんだけど、ちょっと撮れる環境じゃなくて、ずるずる伸びちゃったって感じなんですよ。まあ、また、いずれ、やりますわ。もしかして俺 VR 完走目指してる？あ、違う部屋だ。あ、でもチータ臭いな。ああ、チータ臭いな。よくわからないところに立ってる人や、あんま見たことない人たちは。てか、2部屋もあるんだねーって感じだな。まあ、本当にチーターかはわかんないところですか。キノピオサーキットとか、選んでる人がいたら怪しいって感じですかね。またね、本当にセブン盛り上げていくにはどうしたらいいか悩む時期になってきたと思うんで、なんか最後にこうバンバン出てくるような感じだったらね、なんか放置系が多いっていうイメージはあるな。じゃあこれをラスレとして、ラスレにふさわしい何かしてもらいましょうか。チーターですか、この部屋は。チーターいますか。どうだ、普通だ。じゃあ
逆にチーターはいなかったということでよろしいですか。あーもったいね。いやそうなるんだよな。ちょっと今の感じね、今の状況 SMT 溜めれなかったし、キャラポンがゴミでした。チーターじゃない、本当にそこに住んでる人かわかんないけど、よくわからない感じですね。もう5位割りでもスターもう1回出るでしょ。元気のか、使いにくいな。あーこれ持っといて、どこ通ってんの気や。まあたまにはまともなレースあっていいんじゃないですか。これをまともなレースというのなら、いやまともなレースか。いや間に合わんかこれ。てか消された。相変わらず俺ここ嫌いなんだよな。あータップに構ってる。さあそれはトゲが来たら終わるんだよな結局な。ここに広いなかったし、どうぞ。いやー絶対当たったらダメで、まあ、ここら辺のアイテムボックスで誰かキノコを拾うっていう、そういう世界線もありますよね。いやー無理なんだよな。あでもワンチャン消えないか。あなんか消えてる。よしこれでけえな。あこれ絶対当たったらか。危ねえ。危ないけどこれ追いつけるかな。いやでも結構グダってくれてるからここだな。よしよし、なんかいいレースできたから終わろ。普通の部屋か。あでも普通でもないよね、こういう人がいるっていう時点で。うんまあよくわかんないっすね。うん、あてか回線落ちかな、わかんない。というわけで僕は勝ったんでこれで終わりますけど、まあさっきも言った通り、なんだっけ、まあ今大更新8ヶ月ぶりに来ましたけど、まあ特に何も変わってることもないんでね、うん、まあ本当に変わってたら言うと思うけど、うん、まあ今チーターいなかったと思うんでね、うん、まあちょっと証明はできなかったんですけど、うん、まあ、なんか変わってたらまた報告しにこの YouTube で動画投稿すると思いますし、で話すこと忘れてたけど、まあ、みんなにとってはどうでもいいかもしれないけど、あの脳を鍛える大人の任天堂スイッチトレーニング、あの川島隆太教授のね、メンテがなんか今日入ってて、ちょっとなんでだろうなっていう、なんかこれからイベントあるのかなっていうことに期待して今日の動画終わろうと思います。ちょっとよくわからない終わり方ですけど、まあマリオカート7、いや 3DS もそうですけど今後に期待できるのでしょうか。いや期待したいという感じで終わろうと思います。今日はなんかいいレースで終わったような気がしますけど、いやそういう日もあっていいと思います。いやこれが本来のマリオカート7だと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。